はい。おはようございます。大きいのはおばばです。はい。えー、一人ごとのブログさんからまた面白い記事が出てました。なんと、今回のうーですね。うーとね。えー、ロ,ロロローのね。えー、ことは、なんと、19年ですね。2019年に、なんか、あらかじめシミュレートされてたんですって。はーい。まあね。 アホらしいいいでですすよね、はい、<laughs> そういうことでございます、はいえー、19年といえばねあのー、あれですよねコロアンティーナがねこう出だした初めの頃ですよねはいその頃にもうシュミュレートされていたということでまあそのシュミュレートではね、えー、多分今と筋書きがちょっと違ってるらしくって10、えー、の億ですね10の億人、はい、があ義の生成になってしまうというね そういうなんか、計画があったみたいですね。<laughs> はいはいはい。もうシミュレートっちゅうかね、これらはね、計画ですよね、もう。はい。まあ、どっかでシナリオがね、書き換わるんでしょうけど。ああ、もうしょうがないですね。こいつらは。はい。ええー、なんかね、このアンティーナの時もね、何年か前にね、はい、シミュレートがありましたよね。そういう。<laughs> ああ。 あ向こう側の人たちってなんでこうシミュレートが好きなんでしょうね。しかもそういったね、証拠をね、サクッと常識内でね、残しておくもんだからね、バレバレですよね。はい、そういうことです。こういう茶番にね、未だに、あの、騙されてる人たちもいますからね。はい、えー、目が覚めてないっていうのは恐ろしいなぁと思います。はい。 えー、私、個人的にそう思ってます。はいえーね、いい加減にね、いい加減に気がつきましょうよって感じです。はい、ちなみに、ウトロの小競り合いもね、はいえー、シュミレートされていたそうです。でえー、その時の,あの、ままあ、プランニングですね。では、銃の億人を、ねえー、星にする予定だったみたいですね。まあ そこら辺もね、えー、ちょっとパーになりましたけど。っていうかね、もう、あれでしょう、あの、変な話ですけど、それやらなくても、ね、あの、みんなちくわ食べてますから、はい。えー、そのぐらいは軽く、あの、星になると思いますよ。はい。そういうことです。はい。まあ、一生懸命、あの、ね、え、でのトックスしないとね、えー、お星様になっちゃいますからね。 はいまあ、食べた人はあまあプラプラセボセボーの人もいますんでプラプラのねセボセボーの人もいますからその人はまあ全然ね心配する必要ないですけどごくわずかですからねはいまあそういうことですはいまあ 昨日ね、デトックスの方法をあげてるんで、まあそれを参考にね、まあ、ちくわかまぼこ食べた人はね、デトックスする以外は、あ方法はないんじゃないでしょうかということでね、えー、まあ、今回のね、今回のこのウトロですよ、ウトロもね、えー、まあ、いろんなことが次から次へと出てきますけど、おまあ、一切ね、一切こういうことはね、 えー、なんていうのかな、大手のね、メディメディーのね、あ、あーではね、流れませんので、はい。えー、まあね、えー、じ、調べない人っていうかね、自分から取りに行かない人は、あーもうね、えー、騙され続けるということですね。はい、一回詐欺に会っといてね、えー、何度も何度も詐欺に会うという人たちですよ。そういうことですね。 まあ、よくよくね、情報をこう取りに行かないとダメですね。心からそう思います。はい。えー、ね。まあ、この動画見てる人は皆さんね、えー、自分で、あの、情報を取りに行く方ばっかりだと思いますけどね。はい。まあ、そういうことです。 今回のこのウトロの騒ぎも、なんと、2019年にね、えー、主の未例とされていたっていうことでね。はい、奴、えー、らはね、奴らですよ、奴ら。はい。奴らは好きですからね。こういうのするの、計画立てるのも大好きですからね。はい。まあ、そういうことです。もうね、えー、気がつかない人、これを見ても気がつかない人はね、もう、 もうどうしようもないかもしれないですね。はい。というわけで、えー、第 2, 2本目ですね。2本目の配信をここら辺にしておきたいと思いました。はい。それでは皆さんね、えー、今日もおすこやすかにお過ごしくださいませ。沖縄おばばでーした。はい。ミキちゃんン。かわいいですね。あかわいいですね。ね